作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おい、アルミン。エレン、どうして私がわからないの。狙う。いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て、撤退はまだだ。回収するまでエレンを巨人から守るぞ。狙う。お願い。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。了解だ。作戦を変えて彼を守るんだ。邪魔しない。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を死なせる。どうやって巨人に勝つ。生きられるのは少々。次の方法私が知るわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打って、ごめんなさい、けなげに尽くすしかない。邪魔しないで。邪魔。しのいだな。しかし、そろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど、足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て、巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。了解だ。狙う。ミカサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも。分かったよ。邪魔しないで。狙う。蹴散らしてやる。蹴散らしてやる。味方が苦戦している。行かないと。邪魔しないで。アルミン、味方、作戦は。エレンはどうなっているんだ。エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。勝者だけ。仕方ないので、エレンを守っている。特に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。ゼブ、生きられるのは勝者だけ。あの縁談、助けが必要だな。次、蹴散らして。まずい、こんな時に。アルミ、私のそばを離れないで。人間の恐ろしさ、思い知れ。
すまない。これから巨人拘束用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。僕がエレンをここから出す。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫、真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。
助けねえと何やってくれ。潰す。救援要請か。待ってろ。潰す。次。蹴散らしてお願いします。落とした。分かったね。かっさばいて。また巨人が入ってきたぞ。聖覇は他の巨人で手一杯だ。僕らでやるしかない。みんな死んだ甲斐があったな。人類が今日初めて巨人に勝ったよ。
超大型巨人によってトロスト区の壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人どもを蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコレ団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。やれやれ。兵站拠点を設置するのはここか。クソみてえに荒れてやがる。兵長、後続の本体は予定通り到着できそうですね。どうした？よし、エルヴィンの到着までうざってえ奴らを片付けるぞ。しなければ面白い暮らしやがって。悪い、俺は次に行く。ここは任せたぞ、エルド。兵長、わざわざすみません。これで補給班を展開できます。了解しました。どうしてバグだ。さすがです、兵長。私もお役に立てるよう頑張ります。苦戦してやがるのか。塵一つ残さずとはいかない。
ひとまず掃除は終わった。さっさとエルヴィンと合流しねえとな。確かだが、気をつけろ。総員展開。補給班を援護しながら予定の配置につけ。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各個撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し、拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。予想より巨人が多い。俺の敵じゃない。リヴァイ、補給を怠るなよ。俺たちを追ってこない。飛行士だ。あいつがいちゃ拠点は気づける。やるぞ。救援要請ね。助けに行かないと。まとめて相手して。報告、飛行士が再び出現。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。次から次へ。まだ殺され足りねえか。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。巨人だろうと投射し、兵長、俺のためにありがとうございます。各班、兵站拠点の設置にかかる。あり。大変だよ。南から巨人の群れがこっちに向かってる。俺たちに引き寄せられてきたようだ。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。巨人どもめぶっ潰してやる。おとなしくしてろ。巨人の様子がおかしいな。南側の巨人のところに集まってるのか。あいつらも貴公子だ。合流されるの面倒に止めるぞ。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ飛行士もやる。やるんだ。周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。ああ、こんなに飛行士がいるんだから一体くらい生け捕りにしても。ダメだ、巨人を捕獲してる余裕はね。
面倒を起こすんじゃねえぞ。その調子だ。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。まだ巨人が。こんなに立て続けに戦うなんて限界だ。下がって構わねえぞ。いえ、兵長、やります。やらせてください。俺たちの勝ちだ。みんなよくやった。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ、団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう。我々に課せられた使命を果たすんだ。やれやれ。
生死を分けるのは立体機動術。頼むよエルヴィン、巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務。それには巨人の捕獲が絶対に必要な。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。巨人です。兵総員警戒態勢。エルヴィン行かせてもらうよ。巨人のみんな、分断しよう。一人では危険です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本体はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、世話焼かせやがる。平地では立体起動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かってる。馬があれば追いつかれねえよ。立体起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。仕方ないな、他を探そう。変態になってくれる子はいるかな。またどこかへ行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。おとなしくしてろ。救援要請、無視はできねえな。まとめて相手している。知りませんよ。おとなしくしてろ。どうしてペトラ、その子を捕獲するんだ。どうしたらダメだよ。そんな無茶言わないでください、ハンジさん。
ケトラ、村の方へ釣り出す。手を貸せ。倒していいんですよね。援護します。リヴァイ、また邪魔するのかい？協力してくれよ。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。待ってください、ハンジさん。行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦だ。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。そんな危険を犯せると思ってんのか。あの人、正気じゃねえよ。マジでおかしいって。そうだけど、そろそろ慣れようよ。ハンジさん、昔から変わらないじゃない。相手して気候主じゃないか。捕獲されに出てきてくれたんだね。巨人のクソになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。
事か、お前ら。あ、危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ、部下を危険にさらすな。兵長、判事分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章、壁外調査で死んだ兵士だね。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関する意味のある言葉を発した。表情を変えた。私に敬意を示すような姿勢をとった。おそらく人類史上初めて彼女を殺した巨人は、これはいるぜ。エルビー見てよ、私の考案したこの装置、これをうまく使えば被害を最小限。なるほど。でしょ。じゃあいいよね。そうだな。うはは、ありがとうエルビー。いや、リヴァイ、この作戦はお待ち。またあのクソ。あのね、先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらない。俺たち特別作戦班の任務は巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請です。 なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソめ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。おとなしく別行動なんすべきじゃなかった。これじゃあ俺の方が巨人に捕まっちまう。俺の敵じゃない、まとめて相手してる。俺の敵じゃない。分隊長の命令に従ったらこのざまです。助かりました。もういいか、ハンジの元に向かえ。これでまた仲間を無駄死にさせやがったな。ただじゃ済まさねえ。ハンジさん、自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。行く。ハンジ、てめえ、なんで先に行きやがった。ごめんよ。了解しました。でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか。まずきっちり罠を設置する必要があるんだ。捕獲する子は
他に見つけてあるしね。面白い面しやがって。どうしてバリできるね。モーブリッド王はいないか。仕方ない、私が罠を準備する。リヴァイは巨人を連れてきてくれないか。生かしたままで。だからね、北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、1体ずつでお願いするよ。てめえのクソみたいな注文を聞ける余裕があればいい。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。オルオたちに巨人を輸送してもらってるからね。クソ、部下に危ねえ真似させやがって。救援要請ね、助けに行かないと。やつら小さい分おまわりが効くな。おいエルド、ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長、はい、ハンジさんの要望通りです。了解しました。大きめのやつらは採掘場から遠ざけてあります。仕掛けた地点まで誘導する。誤ってこれで一からやり直したくはねえ。まとめて相手してはできねえ。
俺だって役に立つとこ見せてやります。もうこれ以上は無理だ。撤退するぜ。連れてくるのは厄介だったが、捕獲は随分あっさり終わったな。縁談、苦戦してやがるのか。今だ！罠を起動するよ！作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえとな。できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。助かった。複数の巨人が出現、接近してきてます。まだ残ってる捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。私がやろう。まとめて相手して。このまま捨てる。
まとめて相手して俺の敵じゃない。